俺は死んだのか。ここは。あの世の狭間だ。内派の者よ。その目、まさか、じいちゃんも内派の。痛みを感じるということは、まだ生きているということだ。じいちゃんが助けてくれたのか。ありがとう。礼を言うのはまだ早い。その分の恩はしっかり返してもらうつもりだ。それはいいんだけど、何すりゃいいんだ。俺は木の葉へ帰らなきゃなんねんだけど。今は戦争中だ。シャリンガンもやっと開眼したし、これで今度はもっと仲間を守れる。もっと仲間を守るか。なんだよ。お前のその体、もう忍びとしてはやっていけまい。現実を見ろ。この世は思い通りにはいかぬことばかりだ。うるせえよ。俺はこんなとこに長居はしたくねえんだ。やめておけ。お前も俺もここより出ることはできん。この体ではな。てめえは一体何者だ。俺は内派の亡霊、内派マダラだ。マダラ。マダラならとっくに死んでなきゃおかしいだろ。いつの時代の話だよ。俺は時代遅れの産物か。確かに俺は後ろの魔像からチャクラを常に供給し続けなければあっという間に死んでしまう死に損ないだがな。その死に損ないがこんなガキ捕まえて何しよってんだ。この世の因果を断ち切る。勝者だけの世界、平和だけの世界、愛だけの世界、それらだけの世界を作る。知るかよそんなの。俺はただみんなのところへ帰りたいだけだ。勝手に死ぬならそれでもいいが、代わりにそのシャリンガンはいただくぞ。なんで目を欲しがる。お前はもうシャリンガンを持ってんだろ。右目がまだ入ってなくてな。シャリンガンは左右揃って本来の力を発揮するものだ。俺がカカシと揃えばより強くなれるってことじゃねえか。リンも今度こそ二人でちゃんと守れるってことじゃねえか。なおさらここにはいられねえ。待ってろよカカシ、リン。俺は生きてる。あとは任せる。強がって傷を隠してもダメ。ちゃんと見てんだから。リン。またリンって言ってる。どう。何やってんだてめえは。いやー、またリン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 ってつぶやいてたからどんな夢見てんのか気になっちゃったって。てへ。そういう時のオビトはだらしない顔してて面白いんだよね。よだれまで垂らす時あるし。ぐるぐる、お前笑ってんじゃねえ。ごめんなさいっす。はあ、ここに来てずいぶん経つな。初めてお前見た時は度肝抜かれたけど、魔像から作られたんだっけかそのデク人形は。僕らからすると君の方がデク人形だけどね。そうそう、人間のくせに体半分は僕らと同じ人造体なんだからさ。マダラが気になるの。因果を切るだのなんだのとわけわかんねえ話で自分はずっとおねむか。分かってなかったんだマダラの話。まあ簡単に言うとね、
本当の世の中の嫌なことを捨てていいことだらけの夢の中に逃げちゃおうって話。夢だからなんだって思い通り、死んだ人だって生きてることにできる。そりゃ今度はバカバカしすぎて意味わかんねえよ。君の頭だとそうなるだろうね。うるせえ、お前なんかもっと頭悪そうじゃねえか。正解。ったくバカにしてんのかバカなのかって、今はそんなことどうでもいいか。とにかく少しでも早くこの体になれねえと。おし、お前らそろそろあれやるぞ。はーい、リハビリ修行っすね。準備はできてんだろうな。もちろん。よし行くぞ。だけど君は戦いの基礎はできてるよ。当然だろ。こんな先生に指導してもらって、かかしの手合わせでボロボロにされた身だぞ。本物どれだ。なかなか賢いっすね。昔の俺より強くなってる気がする。実際なってると思うよ。君の半身は特別な細胞で作られています。本物どれだ。なかなか賢いっすね。僕らの教育の賜物だよ。僕らのことなら先生って呼んでもらってもいいっすよ。悪いな、俺の先生は後にも先にも湊先生だけだ。とまた少し自信がついたぜ。いい感じだ。前よりもさらに馴染
じんでる。もう違和感はない。自分の体として完全に馴染んだ感じだ。もう少しで入るぞ、リン、カカシ。大変だよ。ん？さっき外行ってたんだけど、君の言ってたリンってのがヤバいよ。何があった？カカシってやつと二人きりで霧隠れの忍びたちに囲まれてる。まだその体じゃ岩は壊せやしないよ。リンとカカシを助けに行かなきゃ。僕の体を切るといいよ。お前、マダラの部下だろ。いいのか？リンとカカシを助けたいんでしょ？ありがとう、くるくる。よし、行くか。助けてくれたことには感謝するけど、俺は行く。行かなきゃならねえから。一直線に目的地に向かう。オッケー、道案内は任せておいてよ。何せ僕の仲間が世界中を見張ってるからね。たやすいもんだよ。状況は？かなりヤバい状況だよ。霧隠れの実験体がどうこう言ってるけど、僕はよくわかんない。とにかくリンもカカシも数十人に囲まれてるみたい。湊先生は何をしている？誰？黄色い線香は何してるって聞いてんだ。あの人は何か別の任務中みたいだね。近くにはいないよ。こんな時に。カカシ、お前は約束してくれた。頼む、リンをなんとか守ってくれ。俺もすぐ駆けつける。違うよ、これはさっきの衝撃で生まれたしぶき。そこにリンとカカシがいるよ。どうすんの？決まってんだろ、このまま突っ込め。なんだ、変なイメージしてんじゃねえ。んなことあるわけねえだろ。リンは俺とカカシで守るんだ。ここは一体ここは何だ？増援か？バカが、たった一人で仕留めるぞ。戦いぶり、オブザ、君
獄にいる。この世は思い通りにはいかぬことばかりだ。夢だから何だって思い通り。死んだ人だって生きてることにできる。リン、もう一度、もう一度君のいる世界を作ろう。俺がこの世の因果を断ち切り、そのために帰ってきた。誰にも見られてはいないだろうな。見ていたのは僕だけ。オビと敵を全員倒しちゃったから大丈夫。ただカカシだけは見逃したみたい。まあ気絶してたから何も見てないけど。かつての仲間だけに未練があったか。違う、どうでもよかっただけだ。この世にあいつが生きていようが死んでいようがもうどうでもいい。これから作る世界にカカシはいる。リンも、俺に夢の世界の作り方を教えてくれ。マダラ、もう礼はいらん。こっちへ来い。今日からお前が救世主だ。夢の世界、その作り方は至極簡単だ。要は俺の作り出した現実世界に全ての人間を連れてくるだけ。ただし術の規模を月を使って拡大しなければならない。そうだな、まずお前に陸道仙人と十尾について知ってもらう。そして俺の月の目計画もな。先の戦いで柱間細胞を手に入れた俺はそれを移植した。そして寿命で死にかけた時だ、リンネガンを開眼したのだ。それは同時にある封印を解くことにもなった。口寄せできたのだ。十尾の抜け殻下道魔像を月からな。その後すぐに魔像の体を触媒にして柱間細胞を培養したのがこれだ。こいつに俺の意志を入れた。半分は俺だと思う。さあ動け。俺が復活するまでの間、お前がうちはマダラだ。Thank you.